ごきげんよう、タコボンドです。ベガー育ち2やっていこうと思います。BGM ついたね。地味になんかうるさいんだけど、この BGM。踊ってるし。そして、相変わらず、ハゲてんだな。じゃあまずはね、このプロローグっていうのがあったんで、これを見てこう。ねえ、君たち、何してる？完全に不審者だな。バケツ持って。やばいやつなんだけど。ベガーが話しかけてきた。え、この子たちは何してんだ？子供たち。てんてんてん。ご飯食べに行かない？俺がおごるよ。いやいや通報されるよ。まあでも、こっから金持ちになるんだろうけどね、ベガーは。あっち行け。お金もないくせに。いや、お金なら缶に、こんなに。あれ？本当？どう？銭、一文もないね。まあ、0円からスタートだからね。ふん。てんてんてん。あ、物乞いにぴったりないい天気だね。天気で決めるのか。かん。さあ、始めようか。かっこいいな、始め方のセリフが。こっから、金持ちの始まりだね。それじゃあ、貯めてこうか。まあ、こうやってね、頭の部分をタッチすると、お金が稼げるんでね。まあ、頭じゃなくてもいいんだけど。まあ、とにかく、お金を稼ぐゲームだね。あ、なんかこれ、タイムセールかな？これ。なんだ？お！現金100円使うことによって、課金100円することによって、ポーション 500？ ゴールポーション20。めちゃくちゃいいな、これ。まあ、でも、とりあえず今のところ課金はせず、やっていこう。ベガーレベル。開けとこうかな。あれ？ 1000 円も必要なのか。意外とかかるね。最初から。スキルとかもあるんだね。まあ、今回いろいろ新機能とか増えたみたいだね。まあ、こう見る限り。バイトは1万円か最初。まだまだ雇えないね。え、なんか対戦、1対1で対戦もできる。ちょっと一回やってみようか。つみつみつみ。何これ？オンライン対戦できるの？進化したな、ベガー。あれ？ダメだった。なんかマッチング失敗してるね。まあ、いっか、これはまあ、まだいいや。始めたばっかだしね。で、一回 BGM 消して、あれ、今回、お金の、なんか、お金がここに集まるっていう感じにはなんないんだね。まあでもできたら、お金のマーク出てきて欲しかったよね。なんか、それだと集めてる感じするからね。まあとりあえず、レベル上げとくか。よし、ようやく2。これ12円。1か12、さらにレベル上げて、13円。いよいよ。さ、今回企業はどんな感じだ？高20兆。国家は？え？なんだこれ？いろんな国あるな。全部あるのかな、国。全国変えちゃいそうだね。一軒とかするな。一軒円。三軒円とか。高いな。いや、全国買いたいね、これ。今回このベガーシリーズ、ベガー2はね、やり込もうかな。一番高いの日本なのか。一番高くて日本。100外円。100外円もするよ。一応前作のベガー育ちは、一番高い都市が東京だったんだよね。なぜか日本が一番高いっていう感じになってるけど。よし。他にも缶の強化とか、
いろんな要素が追加されたね。缶とかまあ動画とか見たら、広告見たらね、評価できるってことか。ガチャガチャはなんだ？あ、ポーション30使ってガチャガチャができる。今ポーション10しかないからまだできないか。なるほどね。ガチャ要素も出たのか。課金しちゃいそうだな。いや、せず、課金はできるだけせずね、行くけど。ダンススキンとかね、いろいろあるな。まあ、とりあえず、とにかく稼いでいこう。これはなんだ？キャラクターをドラッグして位置を調整できる。動かせる動かせるよ。この要素必要あったか？自由度上がったな、ベガー。よし、これ、なんかやる気出るね、こういうのがあると。さあ、もうちょい、もうちょい、いけいけ。いくぞ。さあ、フィーバータイムまでもうちょい、もうちょい、頑張れ、これ。せせせせせせせ。きたー！ 1.2 倍、フィーバータイム。ちょっと BGM の速度が上がったね。さあ、溜めまくるよ。いや、まだなんか悲しいな。この3人しかいないからね。バイト増やしたいなぁ。1万円だよね。1万円稼いできたんでね。じゃあ初めてのバイト。ブー太郎。おいおい。ニートじゃないよね。社長ベガ、何してる？うん。この子供たちにご飯をまかないたいと思って、ダンスで稼いでいる。昔は、手を伸ばしてね、一文くださいだったけど、今はダンスなんだね。稼ぎ方変えたなぁ。街中でダンス踊って。確かに前作のホームレスだとなんか問題ありそうだしね。ホームレスを育てるゲームみたいな感じで。え？すごいね。俺も手伝いたいけど、面倒だ。と思ってるのに。どうした？プー太郎。あれ？体が勝手に、プー太郎どうした？プー太郎！踊り出した。子供たちに群がる変人集団みたいになってるけど。よし。これでまあ、自動的にお金が入るようになったね。1秒で10円ってことかな。いいね、いいね。働いてもらうか、プー太郎に。さあ、もうこれで放置してるだけで、もう寝てるだけでお金がどんどん入ってくるね。さ、さらに、私自身もこうクリックして、稼いでいくよ。レベルも上げていくか。さ、ベガーレベル、94。1クリック、500円まで貯めました。いや、これでめちゃくちゃ早くなったね。お金貯まるスピードが。じゃあ早速、2人目のバイトを雇おうか。さあもうちょいもうちょい。オッケー。そう、フィーバー来たからね、ちょっとだけ稼いじゃったんだけど。これで、就活生が雇えるね。5万円で雇うか。なんだ？この、呆れな場所は、呆れな場所？っていうか顔が一緒だな、もう。イラストがほぼ一緒。踊ってるんだ。君も一緒に踊らない？俺が、就業できなくて、挫折してるけど、こんなにバカなことは、やりたくない、と思ってるのに、どうしてこんなに楽しいんだ？なんだよ、その踊り。いやー、仲間が増えたね。よし、配置を変えてと。よし、子供の上ね、これ。もう、不審者3人組だな、これ。まあ、でもこれがね、またお金が集まるんだね。1秒600円になった。いいよ、いいよ。
お金が貯まりまくるね。でちょっとね、気になってたこの一文タウンってなんだろう。え、横にスライドできる。あ、町？何これ。町にお出かけできるってことね。いや、いろんななんかお店あるね。コンビニ行ってみるか、試しに。一文コンビニ。なんでも一文だな、もう。おにぎり、高いな。おにぎり、1000円か。ぼったくりだな、このコンビニ。社長、ベガーの家。家とかもあるのか、今回。あ、なんかステータスとか触れれるってことね。10ポイントあるけど。タップ収入、秒収入、あとこれ放置収入だね。まあ1ポイントずつ上げて、残りはタップ収入でいいかな。よし。アイテムとか。いや、なんかいろいろアイテムがあるね。背景にタンス。ここはまだ全然揃ってないけど。さあ、とりあえず今日はね、この辺で終わろうと思います。まあね、ベガーの1ね、ベガー育ちはどうなってるのか見てみましょう。まあ一応215兆まで貯まってた。ちょっと今買っちゃってね、お金がない状態だね。まあこの新しくペットのハムスターが手に入ったね。これはね、なんか放置収入が 50% アップするってやつだったね、効果は。で、さっき買ったのがこのフェイスクック。次はじゃあゴーグルだね。ゴーグルが5000兆か。まだまだこっちもね、ちょっとずつだけど貯めていこうと思います。まあ、とりあえずこんな感じでね、動画終わる最後に、まあ、ベガー育ち1の方を見てね、これだけこういう買い物しましたっていう報告はね、していこうと思います。それじゃあベガー育ち2もね、お金を貯めて、こっちではね、まだまだお金持ちとは言えないんだよね。ハゲだし。ただのハゲっていうね、一番最悪なパターンだけど、こっからどんどん貯めていこうと思います。では、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。バイ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 。